こっちがわからんとでも思ってから。そう。こっちがわからんとでもって思ってたから、好きなんで、あれちょっと、あれ、間違った気がします。今流行っとっちゃうね。
年齢が聞いた。今日ね、その話の話したわけよ。あまり長いのもやっと覚えて。そしたら、わかりました、覚えてますって言った。27歳で。その話をして、かわいいって反応してくれた方が29歳だった。ゆとりあるかもしれない、逆にね。かわいいって言える。
違う。よかったよかった。
あ、水をそうなんだ。はい。終わりたいでした。うん、いや、それでさ、あれがさ、勝手に来て、勝手に穴掘するやつ業者なんや。気をつけとかなあかんじゃん。うん。一応今のところまではね。あ、それで、こういうののね、納品ってね、一応ね、こういうのは全部ここに入れてます。で、だんだん膨らんで気持ちいいとか考えないかんねえとか言うけど、こう、納品の関係で全部固まるじゃん。で、これ、パトロールってちょっと考えがあるのではあるけどね、なんかこういう。捨ててしまうようがまずいね、これ。あ、そうですね、スタジオジブリがこの近くにある。ここにユスコ、あの大阪、あ、東京の市場って5カ所あるんだけど、これが東京の時計の師匠のところが競泳会、競泳会してるから捨ててしまうのは違うな。バッチリよ。100枚あって今92なんやけど、ちょうどいいよ。バッチリよ。ねえ。もう私50度も勘違いしてた。50。これ、字はいるんですよね。ここだけ変えればよかったんでしょ。
そういうの。ですよね、そう。すると、ごめん、後から暇になってプラスになる種類も冷めたのかって。うん。あと8人。ちょうどいいやね、バッチリやん。それぐらいって。バッチリです。あの上に物置いてはいけません。あ、ほのさん。ってさ、癒されるよね。あんまり、ね、そうでもない。コーヒーの香りって昔から好きやった。あの、コーヒーは飲んだらいかんって言われるんだ、ちっちゃい時から。コーヒーの香り好きやった。落ち着くのコーヒーって。いや、だけどほら、よくアロマテラピー、アロマテラピーって言うやない、その香りのテラピー。でもあると思うよ。あのさ、店の名前ってさ、あから始まった方がいいんじゃない？昔はよかった。なんでかって言ったら、電話帳があから始まった。今もそうかな、やっぱり。インターネットを多分入れてみて、検索して出てこんところを、検索して、その検索のワードが何も出ないのをつけたりしますね。そしたらそれをつけたら、そこしか出なくなる。鳥谷さん、カタカナで春町って珍しいけど、うちしか出てこんじゃん。あの変ブロガーさんとかが春町とかいうのを入れる限りはね。じゃあそれから言ったらアロマとかアフロデーテみたいな何でもある言葉にしない方がいいって。
そうですね。何でも言ったらワードがいっぱい。逆にね。他のワードがいっぱいある。そうか。じゃあ、今は考えないかんのは、その、あから始まるということを昔はよう考えたけど、あと最後はね、あで終わる方が覚えやすいのが、コニカとか、ヤシカとか。そのやったらね、ニコンとかミノルタとかどうなるとですね。んで終わったらいかんとかね。高校の先生がね、一時期そんなこと言いましたとっちゃうね。中学の先生だったね。博多やんね、奈良屋町、それから博多第二中学校。みんな商売屋の子供やけんさ、ちょっと余っとう時間は商売にまつわる話をした方がみんな興味を持つかなと思って先生がわざわざそういう話をしてくれるっちゃん、ちょこちょこ。うん。国語の先生のその話もほーと思って聞いたし、あとはね、高校の時の理科の先生やったね。品よく保つには、もしファッションを品よく、品よく見せたかったら、色をたくさん使う、多色使いするなっていう言葉を言いましたね。うん。一つの同一系統にしろとかね。理科の先生がいたしにした時は、男性の先生よ。面白いなと思ってね。で、あとは、うん。なるほどなと思ってね。で、楽市楽座なの。楽座。座とか、ギルドとか、こうとか。お電話ありがとうございます。はるまして、すみです。はい、どういったものをお探しですか？あ、16234でございますね。はい。これには、ベルトが3列の分と5列の分がございますが、5列の分ですね。あ、わかりました。では、ちょっと、在庫確認してみます。お待ちくださいませ。あれ、確かにやんなかった。